じゃあ早速よろしくお願いします。はい、パーマがかからない、ずっとパーマをかけたいなって思ってて、うんうん、育美容室それぞれで、うん、パーマかけたいと思ってるんですけど、うん、どうですかみたいに聞いて、うん、不安だからいっぱい調べて、うん、そもそも巻きがすごい取りやすい髪、うん、で なんですけど、どう思いますかって美容師さんに毎回聞いてるんですけど、うん、大体もしかしたらかからないかもしれなくて、うん、1回目は思い通りにかからないで、うん、こう髪痛める感じにして、2回目で思い通りにかかるんじゃないって言われて、スパルタな美容師じゃあ髪痛んじゃうなら嫌だなと思って分けてない、そのえちょ毎回聞いてるんですけど、いろんなところでかかりにくいと思いますって言われて、取りやすいって言われるなら、はい、ああそうなんだ、でもかけてみたいなってなるんですけど、かからないかもって言われちゃうと、ちょっと怖いなって。どうですか岩崎さん、かからない。ブテチゲが詰まってるよあなたの喉に、うん、辛くて辛くて昼飯韓国料理です。え、かからな ないの意味がちょっとわかんない。いやでもね、そう言われると怖い。けどかけてみますか。でもかけたいですもんね、だってかけたいです。かけましょうね、かけて、え、一個ご提案なんですけど、はい、結構うねりありますね。そうですね、うねりも取っちゃいますか。表面のこういうチリチリちょっと嫌じゃないですか。嫌、うん、ですですよね。ここだけストレートして下はパーマっていうのは結構あの黄金のパターンであるんで、うん、やってみましょうか、はい、かかんなかったらごめんなさい。いや、たまにいるんですよ。ただそのたまにいる人の髪質じゃないなと思う。じゃないと自分でも思ってたんですよ、うんうん、なんだけどなんか言われて拒否られる。なるほど、 OK、 まあ、一回やってみましょう、はい、そんなに。え、カットどうしましょう。カットは、うん、長さは残しておきたい。長さは残しておきたくて、はいはいはい、パーマかける上でこう、ある程度レイヤーが入ってないと、はい、あれが、いや、一個のところにまとまっちゃうと、うん、ただ横に広がっちゃうだけなんで。でも顔周り入ってるんだ、はい、ここに入ってないから、ここもちょっと入れていいかなと思って、はい、全体的にそんなに高い位置には入れないんですけど、いや、入れて。前髪の長さとかは、前髪は瞑想中で、瞑想中、あのラッシュが好きなんですけど、ラッシュは似合いそうな感じはしますね。長さとか、うん、その顔周りとかは何が正解か分からない。ちなみに難しいのがこのチリチリ簡単に取れるんですよ、うん、簡単に取れるんだけど、ここ取るかどうか、ここもちょっと若干チリチリするじゃないですか、はい、ただここ取るとシャキッていくんですよね。そこすごい難しいところで、ある程度これぐらいは残しといて、で要は曲げられるようにすごいしといて、アイロンとかで、はい、ここパーマかんで曲げると変な折れ方するんで、ここはもうかけずに、こっち側はストレートにしちゃうっていう形でやってみようかなと思います。はい、行、はい、きましょう、はい、はい、超綺麗になります。こっち多分かかります。やってみましょう。お願いします。 OK です。ちょっと全体ストレートもするんで、カラーはちょっとしない方が今日はいいかなと思うんで、はい、そんな難しいカラーじゃないから別に僕がやんなくても大丈夫と。さあ問題のパーマですね。よし、じゃあちょっと後ろお願いします。かからないという話なんで、いや、ただちょっとわかんないんですよね。ここなんかちょっとストレートじゃないですか、すごくこんなにうねってるのに、ここがめっちゃストレートなのって多分熱なんですよ。結構巻いてますよね。巻いてます。ですよね。そう、熱でタンパク変性もまではいかないんですけど、中の髪の内部が焼けちゃってるとかかりは甘くなる可能性はあるんで、ただそこも踏まえてちょっといろいろ試してみようかなと。1回目痛めて2回目かけましょうは、なかなかスパルタなんで1回やります。1回やって本当にかかんない髪だったらごめんなさいします。そうそう、ただベストは尽くそうかなと思ってます、はい、でここのチリチリは 100% 治ります。それでいきましょう。はい、よろしくお願いします。さあ 10.5 プレシャン 10.5 チェンジリンスまでいこうかなと思います。先カットいきます。今日はさあ行きましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ 10.5 でプレ防潤されてる段階ですね。これで一応髪の状態が分かるんで、ストレートはストレート。でもこの状態で、例えばなんですけど、グッと親指押した時に親指の形がつくようだったら結構怪しいんですけど、まあそんなことないですよね。はい、ドキドキしながらかけようと思います。よろしくお願いします。で、カットいきます。はい、さあ、まあ、普通にレイヤーを足していきます。アウトライン整えてレイヤーを足していこうかなと思います。ただ、まあ、もげさんも非常にお若いんで、あんまりめちゃめちゃハイレイヤースタイルっていうよりはかなり低いレイヤースタイルでいった方がちょっと雰囲気にも合うかなっていうのと、あんまりついたりしないで少し重めのスタイルでやっていっていいんじゃないかなと思うんで、今日はローレイヤーいきましょう。で、パーマをかけるときに一番大事なのって、確実にワンレングスの部分を作らない。ワンレングスの部分にパーマって結構相性悪くて、すごいかっかりが悪くなるというか膨らむだけになっちゃうんで、必ず
段が入るようにしてください。なんで今日例えばなんですけど、これワンレングスですよね。この角度、この角度ワンレングスですよね。これをちょっとグラデーションぐらいの角度で切ってあげると、まあローレイヤーになるから、それをまず心がけます。ちょっと下見てください。一応アウトラインちょっと5ミリだけ切ります。5ミリから1センチの間ぐらいちょっと綺麗に切り直しておきます。で、特にすごい前上がりにもしないんですけど、今若干の前下がりなんで、少しだけ水平から緩やかな前上がりを目指す感じで切っときましょう。こうして。はい、このアウトラインでいきます。もう何の変哲もない、ただアウトライン切ってるだけなんで、特に解説はなしでいきます。僕もブテチゲが詰まってます。ブテチゲって知ってます？韓国のインスタントラーメン、乾麺が入った鍋、軍隊鍋って書いて、韓国の軍隊の時に出るまかない飯みたいなのからスタートした辛い鍋なんですけど、どうしても昼間食いたくなって岩崎に内緒でウーバーして普通に岩崎の分も頼んで勝手に食いました。何ですか勝手に食いました？うまかったでしょ。美味しかったですけど、何ですか勝手に食いました？いや、勝手に頼んじゃった。初めて食べました。そう、ブテチゲを初めて食べましたって言われたからべーっと思ってまだ食べたことないってことですよ。さすが、なんだろう、お若いからですよね。でも韓国料理屋さん行ってブテチゲって頼みます？いや、頼まないですよね。頼まないかもね。サムギョプサルとか、ね、トッポギとかチャプチェとかなら分かりますけど、ブテチゲって頼みます？ブテチゲかスンドゥフか。スンドゥフは分かりますけど、ブテチゲは。あとサムゲタン、その中にブテチゲが入ってるのが不思議すぎる。そんなメジャーですみたいな感じで言われても多分メジャーじゃないですよ。僕韓国に毎年出張でセミナーしてたんですけど、ブテチゲ屋が結構あるんですよ。それ専門店、ブテチゲ専門店みたいな、とそれがね、いつも楽しみにしてたんですけど、そんなブテチゲ、嘘。多分そんな、え？ブテチゲ楽しい。ちょっと待って、カットの解説ちょっと忘れてた。いきます。少し段入れたんですけど、そのまま、はい、もう持ってきて、いつもみたいにガンガン入れないです。こうもうちょっと。カットラインで言うとグラデーションのラインぐらいなんですけど、まあこれでもしっかりとレイヤーが入りますなんで、こうって持ってきて、これぐらい、これぐらいですね。すごい入ってるわけじゃないです。毛先でここら辺で入ってくればいいかなと思います。そんなに難しいカットではないんで、全体的にこうこれですね、このトップの部分をアウトラインにつないでいく。そうすることによってパーマがかかった時に毛の重なりっていうのができます。難しいカットじゃないんでね、あのちょっと皆さん、人が気になる方は見てもらって、韓国料理の話の気づきでもしますか。お酒飲みます？飲みます。マッコリ飲みます？マッコリ苦手ですね。あっと、続かなくなったぞ。あれ何飲むことが多いですか？あんまり甘くないお酒が好きなので。テキーラとか？いや、そんなに飲まないんですけど。ビールとか？ビール好きですね。すごいいいですね。色うまいですよ。岩崎に教えてあげてください。すいませんね。飲めない二人と一緒の店で。いや、本当、僕もう一人、みずきっていう女の子とこの岩崎と3人で働いてるんですけど、はい、二人とも全く飲めないんですよ。あ、なんかどこかのセミナーにいた後の懇親会みたいなの動画で上げてたのを見たんですけど、あ、多分そうです。そんなの見ていただいて。母がファン、もともとファンで。ああ、よくあるパターンのやつです。それで教えてもらって、はい、今回もって感じなんですけど。そうなんだ、ありがとうございます。その動画は本当に帰った時に一緒に見てて、お人もお酒飲んでないと。いや、そうなんですよ。そうそうそう。びっくりしますよ。だからセミナーとかで前乗りとかしたりするんですけど、はい、遠いとこだと、はい、前乗りして、じゃあ飯でも食いに行くかっていう懇親会がないから、前乗りは事前に前日入るんで、はい、飯食いに行ってどんどん一人で酔っ払っていくっていう。切ない切ない。しょうがないですね。地元どちらなんですか？地元茨城です。お、近場。お、北筑波じゃない。筑波じゃないんですけど、日立なんか。日立です。もっと上ですね。お、日立でいいじゃないですか。来年ロッキンジャパン復活しますね。あ、みたいですね。あれ、そうでもない。ああ、みたいですね。行かないかもしれない、フェスとかには。地元の人は行かないですか？うん、行く子もいると思うんですけど、うん、私はちょっと、私はあんまり暑いのも苦手だし、なんかそんな感じしますね。暑いの、暑いぜウェイとはならなそうな。ならないですね。ガヤガヤも苦手だから。多分あロックフェスなんてもう、はい、真反対のところにある。出る人の中に好きな人がいても、はい、多分、うん、行かない、いいかなってなっちゃいます。冷房欲しい。そうですね、涼しいところでやってほしいです。確かに。そっか、じゃあちょっとあれですね、茨城までのあれを活かせないですね。あ、でもこの間、はい、あいつか行きました。おっと。おすすめ。い
きました。え、今まで行ったことなかった。あ、なくて。え、嘘。それもお母さんが、うん、岩崎さんが好きだって言ってたって。お母様は今日ここに来ることを知ってるんですか。あ、知ってました。羨ましいってなるのかな。パーマかかってくれよ。お母さん見てるかな。そうなんですよね、行こうって言って、うんうんうん、なるほどなるほど。でも、うん、あの焼き芋食べれなくて。え、どういうことですか。直前にパフェに行ってしまって、はい、おうおうおう、お腹がいっぱい。ちょっと待って、計算して。胃袋計算して。だからあの CM と焼き芋ラテみたいなのを買って家で家で食べました。食べたんです。そう、うまいですよね、あそこ。美味しい。干し芋すごい美味しすぎて。あ、干し芋ね。ね、体にもいいし、美容にもいいですもんね。いろんな種類食べたくなりました。お、すごい。岩崎の買い付かすからなんかちょっと来るんじゃない。もらえましたね。そんな来ないと思うけど。ありがとうございます。いや、あんまり そういうのは狙ってないのに、一番面白かったのが香川でうどんを食べて、うどんタクシーっていうのに乗ったんですよ。うどんタクシー。うどん屋にいろいろ連れてってくれるタクシーがあって、すごい。そう、サブチャンネルでやってるんですけど、はい、それをまあ結構珍しいじゃないですか、うどんタクシーって、はい、まあ、とりあえず乗って、でうどん食うだけの、ただそれだけの動画を上げたら、うどんタクシー公式チャンネルからコメントがあって、お礼があって、すごい。ありがとうございます。ありがとうございますっていう感じで。よし、そんな雑談をしてる間にカットが終わりました。はい。あんまり空いたりとかはしたくないですよね。重みのが好きな感じ。なんか重みが好きなのと、うんうん、湿気でボンってなっちゃうタイプで。あ、なるほど、ボンっていっちゃうからね。 OK です。え、ちょっとじゃあ後ろお願いします。はい、これぐらいです。一番上が、はい、一番上取ります。ここ、はい、段、アウトライン、ここ。これぐらいの段です。これぐらいの段が入ってる、入ってないで、すごい頭のかかり具合が変わってくるんで、これでしっかりとやっていきたいと思います。で、基本的につく方向ではないです。広がりを抑えるために、ついてるとこはちょっと見受けられるんですけど、この表面のうねりが取れれば、すごい綺麗に溜まってくれると思うんで、ちょっとそこら辺は使わずにいこうかなと思います。最後の最後に調整するぐらいでいきます。はい、じゃあパーマ準備。はい、じゃあそんな感じで、まあ髪の毛もすごい綺麗なんで、パワーはそこそこあると思います。で、毛先の方も全然、あんまかかると思うんだけど、頑張ります。ということで、まず表面のうねり、ちょっとチリチリしちゃううねりっていうのはもうストレート、ネオメテオストレートいきます。 10.5 に対してインクライン 20% ですね。 pH 7.5 の半減値9ぐらいの宿毛矯正剤を作って、毛先はもっと若干 pH を下げます。下げてさらに高還元を狙いたいんで、その薬ですね、プラスです。 10.5 に対してインクライン 20% に、さらにユノを 10%、 1:20:10% です。そうすることによって pH がちょうど7かな、 6.9 ぐらい。こちらユノが 6.5 のチオグリセリンなんで、全体的に7弱の還元値がもうちょっと高いものになります。低pH高還元がスペシャルパーマにはかなり有効になってくるんで、そちらでいきたいかなと思います。じゃあ行きましょう。はい、ということで今日は前髪はかけません。前髪は少し柔らかさを残したいというか、少しうねっても自分でスタイリングはしやすいと思うんで、ちょっと顔にかぶる部分ぐらい、こちらですね、これぐらいを取ったら薬剤がいかないように、はい、マジックカラーで止めといちゃいます。はい、はい、OK。そしたら、そんなに説明するほどではないんですけど、鉢。大体デジタルパーマで鉢上は大きいロットでいくんで、このデジタルパーマで上のロットを巻く部分の根元に 10.5 の 20% を塗ります。塗って多分すぐ還元すると思うんで、塗り終わったら、ちょっと1、2分置いてあげて、毛先、湯の入りの方を塗っていきたいと思います。行きましょう。さあ、行きましょう。もうじゃあ、茨城抜けてこっち、東京住んでるみたいな感じ。そうです。お、たまに帰りたくなります。なります。ああ、元はいいですね。近いからでも帰ろうと思えばすぐその日のうちに帰れますもん。帰れちゃいますね、はい、帰りたい、その日のうちに行って時あるの、岩崎。あります。病んでる、病んでると思います。かわいそう。あ、かわいそうですよ、ね、おやって思いますもん。おやって思いながら、うん、帰りたいなたまにって思います。最近いつ思った。最近いつ思いましたかね。結構ずっと帰りたいなって思ってます。こう長期休みが近づくと、うん、帰れるじゃないですか、長期休みって、うんうん、となるとホームシックのあれが期間がすごいロングになるんです。わかります。え、ルー大島みたいな喋り方でホームシックの期間がロングになるだから別に普段って別に帰れないじゃないですか、いつも。そうね、いつも帰れないけど、うん、長期休みが近づくと、夏休み前だからね、夏休み前で帰れ、もうちょっとで帰れるって思うと、うん、いつも以上にホームシック期間が長くなるってことで、ロングになる。言っときます、多分ルー大島分かんないと思いますよ。なんかルー語のやつですよね、今言ってるの。あ、そうです、いろんな、なんかルー語っていうか英語と、え、なんです、日本語を混ぜて喋ちゃうやつ。絶対分かんないと思いました、バカすぎて。ジェネギアですよ。今20歳、今21です。若
若いですね。とりあえず大芝わかんないですよ。わかんないね。おぼろげな記憶。おぼろげな記憶。21でルー大芝おぼろげな記憶。どうなんですかね。最近見ないしね、テレビで。見ないですね、うん。何やってらっしゃるんだろう。YouTube とかかな。YouTube とかやってんのかな。この間小説の中に出てきました。ルー大芝何やってんだろう。ちょっと待って。小説の中に出てきたんですか。なんか何の話か忘れちゃったんですけど、うん、本人の名前が出てきたんじゃなくて、うん、そのルー語…あ、小説じゃない、エッセイです。エッセイの中に、多分、うん、の書いてる人が、はい、ルー語みたいになっちゃったのを、はい、ルー大芝さんが登場してしまったみたいな表現を書いてて、言えば、みたいな。そうなんだ。これがあれか、みたいな。なるほどね。そうだよね。ジェネギです。21歳か。美容師の荒波に飲まれてる時です。あ、2002年。2年です。もう、サッカーワールドカップ。そこわからない。えすっごい共感できないですね。あ、それで2002年かとはならない。全くならない。日韓ワールドカップだよ。全然わかりません。日韓ワールドカップ、お前何してたの？2000何年、2年ですか？2年って何年前だ？何歳だ私？私何歳ですか？96年7年の年でしょ。6年7年の年だから。6歳。6歳。何してたの？え、何歳？保育園とかじゃないですか？小学校前ですよね。小学校直前。はい。キリストの保育園にいました。あ、保育園ってあるよね。はい、イースターエッグとかやってました。イースターエッグ。イースターエッグ？何ですか？え、やらないんですか？いや、俺なんかイースターエッグを探すと、え、間違ってます？いや、合ってますよね。ディズニーでもありますよね。危ねえ今の。今焦った。5月でしょ。4月じゃないですか。4月か。わかんない。4月5月らへんで、うん、ディズニー行くとイースターってやってるけど、そんな文化わからんよと思いながらディズニーめっちゃ出たよ。私あったんですよ、保育園。イースターエッグを探しましょうみたいな。なんか隠してある卵を出すんですよ、園内で。探すとどうなの。卵が出てきて、なんか多分絵の描いた卵が出てきて。本物。本物です。ゆで生ゆでどうしたんだろう。食べたのかな。みんな食べたと思います。多分ゆで。ありました。いや、そういう保育園じゃないので。あとアーメンってやってました。アーメンっていただきます、アーメンって言いながら食べてた記憶。そういう保育園だったんですよ。いや、あった、うちの裏にありますよね。うちの裏の、あの西小岩幼稚園の裏にあった。そうそう。危ねえ、マジ。イースターエッグって単語が今ないんかと思いましたわ。汗汗。もうちょっと、ね、ジェネギアではないよ、それは。カルチャーですね。カルチャー。ちょっと置こうかな。3分。3分。はい。じゃあ3分置きます。よし。じゃあ、時間経ったんで、毛先行きます。美容師さん向けになんですけど、特に前処理とかはつけません。のネオメテオクリーム自体に処理剤が入ってるのと、あとは前処理は結構ね、一液の還元のストップをかけてしまったりとか、ムラの原因になったりするんで、僕はこのまま塗っていきます。もう 10.5 のチェンジリンスだけでも十分な前処理になってると思いますんで、大丈夫です。よし、つけます。デジタルパーマはしたことある？ないです。はい、なるほど。そこかな。普通のパーマは？ないです。はい。あ、ちょっと待って。かかったことがないんじゃなくて、かけたことがない。かけたことがなくて、かからないかもしれないって言われてかけてくれなかった。そうです、そうです。そっち？そっちです。オッケー。なるほどね。お願いして、かからないよ、断り。ちょっと待って。リュウさん、断りすぎじゃないですか。そうなんですよ。それで、なんかまっすぐのままできる、うん、このカットとかを勧められるけど、うん、私的には切りたくない、うん、しかけたいんですよ、ね、かけたいその場合の1回目の痛めるって何ですか。カラーをするってことですか。わかんない、わかんない。どうなんだろう。わかんない。なんかやめてよ、俺に聞くの。1回目ちょっと痛めてからっていうじゃないですか。髪の毛がやめろ、突っ込むな、そういうところ。何の施術する。大人の事情だよ。になりません。わかんないけど、めちゃめちゃ綺麗な新生毛だったらわかるじゃないですか。カラーが入りづらいとか、うん、一回明るくしてからとかあるじゃないですか。確かにね。パーマの場合の一回痛めてるじゃないですか。その一回ね、痛めつけた方がスパルタ美容師さんの一回痛めつけるの、痛めつけるってなんだちょっと思って、疑問に思ってしまいまして、すいません。やめろ、考えるな。私その時点で、私めちゃ、うん、あのブリーチはしてないんですけど、うん、めっちゃカラーしてて、あのコロコロ変えてたから傷んでるはずなんですよ。なるほど、なるほど。あ、そういうことですよね。痛めるも何もないと思って、はい、自分では。 なのにさらに痛めるって言われるから、じゃあやめるかっていう。なるほど。今ブリーチは残ってないですもんね。ブリーチしてないです。あ、っていうことですね。全然いろいろカラーしてただけ。いろいろカラーしてた。ブリーチはしてないけど、ね、はい。まあ、そうです、気になっちゃう。いろいろ気になるね。苦手だったとか、デジタパがかもしれない。まあ、それもあるかですね。ちょっと、いや、なんかいろいろ考えたんですよ。かかったことなかったら、じゃあちょっとロットを細くしたり、ロットの本数増やさなきゃいけないんだけど、今日は普通にやってみます。普通にやってみて、かかんなかったら謝ります。
謝るっていうか多分違う方法が絶対出てくるから、ロット細くしたりとか、うん、とりあえず塗り終わったんでごめんなさい、ちょっと表面だけもう一回足し塗りしておきましょう。で10分は置いていいかな。でも一回だからもうパーマを諦めてあ、じゃあまっすぐを楽しんだ方がいいのかなって思って、うん、いいとこ行ってみようと思って、うん、左近さんのところに行きました。ちょっと待って、ちょっと待ってということは矯正した？いや、矯正はトリートメントか。あ、そう、電話しました。なるほど、なるほど。左近のところ焦ったよく出てくる、あいつお店変わる前に。あ、なるほど、後取りの時。はい、うん、そうです、そうです。なるほどね。まあ、大丈夫大丈夫だと思いますが。そうなんだよ、何ら問題なく進んでる我々の知ってるかからない紙ではないはい、まあわかんないからね。そうですね、うん、じゃあちょっと人生初のパーマ大成功に向けて頑張りますはい、じゃあ10分置きます。はい、お疲れ様です。10分経過です。表面で3分置いたんで合計は13、まあ塗る時間含めて15ぐらいですかね。完璧です。 OK ですね。はい、ってことでインフォームわーっとつけて、根元のここら辺の還元よりも毛先の方がやっぱ早いんですよ。湯のが入ってる分それぐらい還元値が上がると毛が変わってくるんでスピード勝負です。湯の混ぜたら結構それこそ10分を目安にもうそれ以上のオーバータイムはしないように気をつけてください。全体インフォームで水分してあげるのと毛髪の強化と浸透の促進をしたら流します。流すのはまあよーく流しです。これもネオメテオストレートなんでしっかりと5分タイム測って流してあげて、その後にマヘーマインフォーム入りのノットシャンプー、アナテンゼロチェンジリース、ドロップのチェンジリースで、ドロップのチェンジリースは流さずに上げてきてもらいましょう。はい、こんな感じです。ちょっと後ろ見てもらうと分かるんですけど、中間から毛先塗ってるのと表面は根元から毛先まで還元されてるっていう状態ですね。これ表面ストレートパーマをしながら毛先デジタルパーマができる最高のパターンですね。じゃあそんな感じで流しましょう。お願いします。お疲れ様です。そしたらエテオコネクターの5倍希釈ですね。はい、失礼します。とアクアつけて中間処理します。中間処理この場でやることによってデジタルパーマとあと縮毛矯正ですねと熱処理まで加わるんで一番効果的に毛髪に浸透するタイミングです。次アクアですね。逆でしたね順番逆でも問題はないんで、はい、CMC とケラチンどっちが先か論争あるんですけど、ぶっちゃけどっちでもいいと思います。昔はね結構 CMC から入れてケラチンとか言ってたんですけど、まあ正直こうやって髪の内部で混ざってくれればそこまでの差はないと思うんで、はい、そんなに神経質にならないでいいかなと思います。でつけたらよいしょ、要は今ドロップのチェンジリンスでドロップが薄付けされてる状態、それでキトさんがすごい熱から髪を守ってくれるのと、あとはケラチンと CMC がしっかりと入ったんで、まずは毛先を折り込んでギュッと浸透させたら余分な水分は取ります。優しく優しく取ってあげて、はい、そしたらワインディングです。で、ドリさんセンターパートなんでセンターで取るんですけど、前髪は還元剤ついてません。ついてないんですけど、とりあえずトップの2本を巻いちゃいましょうかね。で、正直矯正もするんでトップはうっすらワンカールをすればいいかなぐらいです。これぐらいちょっと横に置いておきます。そしたらトップまで、そしたらイヤー2で分けます。イヤー2で分けて、あとは鉢上の部分とあとは鉢下の部分で巻きを変えていきます。鉢下の部分は基本的にはこれですね、 24mm で巻きます。で、鉢上の部分が 26mm で巻いていこうかなと思います。はい、ということでいきましょう。もしかして人生初ロットを、はい、来ましたねちょっと重いです頑張ってください。で、例えばなんですけど、すごいもう巻かなくてもカールが出るように一応なる予定です、はい、で、プラスでいろんな巻き方したい場合あるじゃないですか。今日外ハネにしたいなとか、はい、なんかそういう時に巻いた時にめっちゃ持ちます。そう嬉しい。多分髪質的にあれですよね、あの巻いて雨の日外出たらもう終わる。あ、終わります。ですよね、はい、それがね、なくなるんですそれだけでも、しかもそれはと長続きするんで、よっぽど長さ切らない限りはずっとそのままなんで、はい、結構楽しみにしています。いや、でもまずかかることが優先じゃん1個だけ聞いていいですか。はい。左近はかけなかった。かけなかったですねあいつ、あれ、左近のところでもパーマしたいとは言ったんですか。迷って、どう思いますかみたいに聞いたんですよでもかかりにくそうって言われてましたどうなの同期え、どうなんですか同期彼適当なんだよ。おいその時はもしかしたらかかりにくそうだったのかも。そうかもしれない髪質がねパーマやってるイメージ全くない、ね、確かパーマもしかしたら店にロットがなかったの
ちゃうけど。ここだけね、そこがすごい気になってこの時はもう完全にお願いするつもりがなかったから、だからじゃないですか、やりたかったんですけどみたいな話だけして、うん、ミス改善で終わって帰ってきた、そうですね、なるほどね、あるあるですね大丈夫です、今日はバシッと開けましょうあとはお母さんが予約いっぱいなってて、うん、ずっとやってるけど一瞬で埋まるじゃないですか、そうなんですよだから、うん、取れないでいるうちに、うん、私がモデルをOKされてなんかもともと最近の傾向的に髪まっすぐにしたい人が多いイメージがあって、うん、ってなると違う角度だからもしかしたらいけるかもよってお母さんに言われて、何の分析で特に私はまっすぐの人が多いから、うん、私はメテオネオメテオとか出したばっかりだからま、うん、っすぐを売りたいんじゃないかって思って、ちょっと家で何の話をしてだから取ってもらえないかもしれないと思ってされてるちょっとそしてあのママと仲いいねめちゃめちゃそんな話を聞いてる YouTube を見ながらそうですそんな話をされてるらしい超面白いです分析です、うん、分析そしたらママの分析が当たっちゃいました、当たってでなんか先に行っちゃうのみたいなまあそうですね、ママも行きたい、ママからしたらねそれは間違いないです、いや面白いですね、ママもぜひご予約もそうですけどモデル募集も親子共演は意外に多いんで、よくそうなんですよ、モデルさんでもいますよね、はい、別に選んでるわけじゃなくてたまたま、なんかたまたまこの人やったらね悩み多そうだなと思って、やっぱ髪質も似てるから悩みも似てくる、うん、そうです、そうそう選ばれやすいんですかね、やっぱいやいや そういうこと言うとなんかちょっとまた分析されちゃうから親子で髪の毛が似てたらやめようやめよう、それあれなんですよ、結構直感で選んでて、こんなにしかも全部僕一人でやってるから、ああいうラインのやつはほらね、そんなにあれなんですけど、なぜか実はお母さんがとかよくある本当面白かったのが、僕が昔 YouTube でやらせてもらったお母さんの娘さんが水木の会で来た時がありました、へ、はい、すごいそうそうそう、全然違いますよね、方向性的に、方向性全然違うんで、すごい、えっと思って、結構あれが一番びっくりしました、えっと思って、すごいメデューサみたいな、メデューサみたいな気分ですね確かにさらにメデューサにコードがつながるんで、ロット一本一本に電気を流して温めることでパーマをかける、それがデジタルパーマ、はい、そんな感じで巻き終わってます。鉢植え全部リバースですね。トップは普通にパーパスなんですけど、鉢植えがリバース、鉢下がフォワードカールです。リバースにする意味は、やっぱりゴム跡がつきづらいですね。圧倒的に。フォワードカールの方がゴム跡がどうしてもつきやすくなってしまうんで、鉢植えはリバースカールで。で、その代わり、リバースカールの良くないデメリットは、カールが 0.5 回転分後ろからスタートするんで、少し緩く感じると思うんですね。なんで、かなり極揺れ良ければ、ボールリバースでも一番いいんですけど、しっかりと今日はカール感出していきたいんで、下はフォワードカールにしてます。はい、で設定こちらですね、見えるかな、80度90度80度の6分3分5分、はい、デジパーの機械はオージスですね、これが一番デジパーの中ではしっかりとかかると思います。はい、そんな感じで全体にフェルトを回したら足ピンしてゴマとさらに見にくくして、で時間を置いていきましょう。はい、そんな感じで時間経過して5分追加してます。なんでしっかりと全体が乾いたんじゃないでしょうか。 OK で外したんで、今度は表面の縮毛矯正いきたいと思います。このオレンジの上ですね、オレンジのロットから上を外します。よし、こういう形になってるところを全部外します。で、この上を全部乾かしてからアイロン入れていきたいと思います。こうして、はい、下にする。よし、こうやって下にタオルを通してダッカールを止める。逆も一緒ですね。こうしてから止める。はい、そしてここの上を乾かしてアイロンです。言い忘れたんですけど、こんなんならないから安心してくださいそうだ、初めてだったびっくりしちゃうよねこれは嘘ですそうだ、びっくりしちゃうよ、ね、いや僕ら結構毎回これやる人結構多くてもう慣れてるんですけど、これ今カラッカラに乾いた状態でくるんでなってるんですけど、これを乳液つけるともっと自然な軽になります。安心してくださいはい、そんな感じでドライが終わりました。でもちろんこうやってグランとなってるんですけど、これでこの表面のところをきれいにしていきます。で、前髪もアイロンはしちゃって大丈夫です。三原剤自体ついてないんで。で、アイロンするところ、こうやってきて、ここの、まあ、ゴム、あとまではいってないんですけど、カールの始まりのところの、このカールだけ消してください。アイロンいって、ここまでやって、こっから先は絶対アイロンしない。アイロンしたら元も子もないので。で、まあ、ツインブラシ必要な髪質じゃないんで、このまま行きましょう。こうして、リングコーム。で、挟む。アドスト180度で行きます。ちょっとツヤをガンガン出していきたいんで。で、こうして、
一番最初のカールスタートのとこまでここですね。こうすると毛先カールありつつツヤ感っていうのが出ます。じゃあ二人でいきます。このツヤがマジで乾かすだけで出ますね。すごい。はい、多分髪質改善トリートメントとかとは次元が違う。ネオメテオのストレート。結構東京に出てきて長いんですか？大学になってから。あのことは21歳といって3年目。はい。どうですか一人暮らし寂しい？一人暮らし最初がすごい寂しかったんですけど、さすがに慣れては慣れてきちゃったきたんですけど、はい、結構遊び行ってます。去年とかは遊びに行くこと多かったけど、今年はあんまり行ってないです。就活もあるか。私は大学院行く予定なので、うん、勉強が忙しすぎて。なるほど。遊ぶに遊べないみたいな。遊ぶっつっても何して遊んでいいか分かんないよ。大学生って何して遊ぶんだろう。え、大学生してない私に聞くんですか。確かに俺もしてない。飲みに行ってるイメージしかないです。浅い知識だな。ウェーみたいなイメージしか。俺の周り車でいろいろどっか行ってた気がする。免許取ってでサーフィンしだして途端にみんなモテようと思ってサーフィンして車あるけどお金はないじゃない大学生って。車もなんかギリギリ中古車買ったみたいな。だからサーフィンって板買っちゃえばまあ言うても高速代ぐらいしかかかんないから、それで千葉だとかいろんなね、自分の別にホームとかも決めないでいろんなポイントを攻めてた気がする。みんなこれはでもその頃専門学校とアシスタント1年目で2年目だったから、たまに連れてってもらうぐらいであれだったんだけど、それぐらいしかないよね。周りにサーフィンやってる子なんかいたかな。いないな。京都ってできんの？知らないですよ、やってないから。できるんですか？海ある。上の方にある。上の方にある。上までわざわざ行くんですかね京都の人たちは。行くんじゃん。茨城メッカですもんね。地元の人めっちゃ多いんじゃない？ああ多いと思います、うんうん、あでもあんま周りにはいなそうな反応ですね。あんまり行かないですね。行かない。茨城なんか大会とかめっちゃ開かれるぐらい有名だから、うん、海に行けばやってる人をよく見るくらいで、うん、友達にいるとかは全然ないです。友達サーフィンしてる子マジでいないかもしれない。なるほど。先週僕昔ちょっとやってて独立して1回も行ってなかったんですよ。だから3年ぶりぐらいにサーフィン行ったんですよ先週の会、はい、こんなに難しかったっけってぐらいできなくて、なんかもう溺れそうになりました。いや海で泳ぐことすら怖いから。あ絶対あ意外にあんまり海は泳げはするけど、うん、海では泳げないです。なるほど。怖いです。怖い。流されそう。茨城海ね流れ強いですから、ね、強いですね、波も結構そう強い。別に何の日でもないのに波普通に打ってる感じ、うん、めっちゃ強いしね。しかもちょっと水温が低いんですよ。あそうなんですね。そう、まあ、言うても一個上に行くと東北地方になるぐらいだから、うん、そっか。神奈川の湘南とかと比べて3度ぐらい低いんですよ水温。結構ですね3度。そうそうそう。だからもう本当に冬とかはやばい寒さ。痛そう。冬に海にまず行かないですから、ね、我々は。そうね。でも今あるんだよ、もう全然寒くないドライスーツってやつが。服着てウェットスーツの形なんだけど、服着たままそれを着て海に入るみたいな。そうすると要はヒートテックとか、だから逆に言うとヒートテックなんて着てそれ着たらめっちゃ暑いぐらいのやつがあって、そうそれで入るみたいな。僕それ買って速攻買って次の年に独立しちゃったから、だから買ったはいいけどもう3年使ってなくて、ね、ダメになっそう硬くなっちゃうんですよね。あもったいないけどちょっとまたもう一回買わないとなと思ってて。サーフィングッズは15万ぐらいするんですよ。高い。結構高いんですよ。なのに着なかったんですか。忙しかったの。はい、一応夏休みにバリ島に行く予定なんでサーフィンするから、それまでにリハビリと思って行ったらこれはもう一回ぐらい行かないとちょっとやばい。波乗り風景はインスタには乗りませんか。乗らないな。溺れてるだけだから。しかも需要ないでしょ俺。多分ファンは需要あると思う。いないよそんな。あると思いますよ。しかもやっぱりサーフィンを写真撮るのってまず本気で撮ろうと思ったらめっちゃ望遠レンズを持ってないと浜からは結構遠いから。ああそうなんですね、うん、ちょっと近場でやってくださいって言わないといけないんですか。近場でやって、いや波立たねえだろ。何言って波立たなくていいか。そのサーフボードを持ってる姿とかあれ昔上げてませんでした。昔のインスタグラムの昔に上がってましたね。自撮りちょっと行った自撮りが。おいお前。自撮り若かりしく若くもねえけど。え、はい、まあそういう時代もありましたね。あげないんですかああいうの。ああいうのあげたらいいじゃないですか。今日サーフィン来てますイエーみたいな。いやもういいもういいですもういいです。なんでですか。え多分この動画見た人遡りますよ。いやもうこの時点で削除します。あげたらいいのに。いやいや痛いでしょもう。よくあげてたじゃないですか。いやそうなんだよ あれは30代だったから。
そういう。そうそう、もうね、大人世代なんで。私もうそういうのはしません。そう、ね、って言って全然してたらウケない。バリ島でちょっとテンション上がってウェイっつって。やってそう。やってそうとか言うね。やってそう。バリ島の風景とともにちょっとこんがり焼けた。やってたらごめんなさい。やってんな。テンション上がったんだ。テンション上がってやってんなと思って。上げてる。みんなスクショですね。スクショしないよ。なんでだ。みんなスクショして長さんが自撮り上げてる。いやバリ島は上げないな。いやテンション上がってあげちゃうかもしれないサーフィンナウみたいな。いやそうなんだ、ね、サーフィンをねやっぱ動画撮る動画とか写真撮るのってほんと難しいんで、いかんせんカメラ持って入れないし昔なんか GoPro を手につけてとかやってたんだけど、それも生きってる動画に、このシこういうなんかこういう写真ありましたよね。こういうわかります、なんかこういう動きあるじゃないですか、このバドリング乗ってこうやってこういうこのアングルの写真ありませんでした。覚えてないけどやめろ。あった気が、なんか見たことあるな。いやちょうど GoPro って知ってます？はい、 GoPro が出始めの時期にこんなすごいものあるんだと思って、でいろんなグッズがあって、この手につけたりとか、うん、サーフボードにつけたりとか、すごい、あと加えたりとか、あなんか加えてるの、そうそうそう、結構つい最近なんかで見た、なんかで流行ってた気がします、うん、そう加えて走るみたいなやつ、あそう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 あれですよね、ちょっとオブスになるやつ、あそうです、加えて走るって360度みたいな、あれかあれも知ってるけど、そうなんかそれが GoPro すげーってなってた時期にちょっと生きてた時はあります。もうやんないし遡って消す。皆さんお早めに。うるさいよ。皆さんお早めに。この動画出る前に時差あるから大丈夫。多分忘れてると思うんで。皆さんお早めに。うるさい。いいじゃないですかね。はい。じゃあそんな感じでアイロンが終わりました。こんな感じですね。もちろん元の紙質がいいんで、すごいエアコンっていうのはすごい出てます。ということで、2液します。夫のところは普通にセカンドローションをお着しで、表面、毛先もやり方があるんで、ちょっとそこら辺おさらいしながらいきましょう。よし。はい。そんな感じで、まずはこのソフトシンクを首にセット。とします。で、ということで、ざっくり4分割ぐらい、トップの部分を4分割ぐらいして、セカンドローションオキシ、過酸化水素性 1.5% に、テオ GL20% 入ってます。こうして、もう普通にリキッドなんでつけて、優しくコーミングして、そしたら、中間部もしっかりやったら、毛先までいきます。毛先までつけたら、ここも優しくコーミングをして、で早いうちに毛先のカールを巻いとく、カールのうちに巻いとく、コーミング何回もしちゃうとね、ちょっとやっぱストレートに寄っちゃうんで、毛先のカールを巻いてシングルピンで留めます。そしたらこのカールにもう一回こんな感じで置いていきます。はい、全体いきます。じゃあここから先飛ばします。この後普通に音にもつけて終わりです。はい、そんな感じでつけ終わりました。ということでこれで5分後シャンプー台に移動して、ロットアウトしてからシャンプー台に移動して、もう一回セカンドローション、あとはシャンプー台に 6% とエテオ GL 3対1を溶かし込んだものでチェンジリンスして、あとは通常の仕組み矯正とかと同じですね、ヘマチン、ジャックエッジ、ノットシャンプー、バブリング、リフォーム入り、あとはメテコネ原液 7.04.5 フォアミシストリでいきましょう。かかっでそうだよ。いや、さあそんな感じでやってみましょう。ちょっとあとはロットアウトするまで分かりません。はい、じゃあお待ちください。さあお疲れ様です。じゃあ一番モデルさんに見えやすいとこから。お、かかってますね。プルンと見えましたね。よしよしよし、バッチリじゃないですか。で乾かすともうワンカール大きくなるんで、ウワンというカールになります。はい、そんな感じで外してさっき言った工程で後処理お願いします。はい、お疲れ様でした。さあ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 、バッチリですよ。さあ、じゃあノットのミストとリンクドオイルつけていきます。ミストとオイルのケアは確実にやってください。はい、かかったん。よいしょ。はい、じゃあちょっとセンターでは、しかも表面のザラつきも全部いなくなってます。こっちは余裕で自信あるんですよ。ストレートにするのって実はすごい簡単なんですよ。なんでパーマの方がどっちかっていうと難しいことはありません。カットとの連動なんで、でもってちょっと見てもらうと、後ろどうぞ。はい、もうバッチリデジタルパーマかかってます。はい、完璧です。ちょっと見てもらいましょう。はい、
丸くなってますね。あとは乾かすだけである程度形がつくんで、もちろん巻いて巻くスタイル、ワンカールの巻くスタイルとかでもいいんですけど、まずは一回乾かしただけで形になる、表面のツヤも出るっていうのを見てもらいましょう。こっからちょっと覚えてもらいたいことがあります。その前にここ一回触ってみてください。いや、そうなるそうなる、そう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 。前髪はかかってないんだけど、まず今パーマ無視してバーって乾かしてます。家でも風呂上がりに、まあ、ちょっと多分ロングだし髪の量もあるからほっとく時間はあると思うんだけど、とりあえず乾かして寝ることは一応覚えておいてもらって、まず何にも考えずに乾かしちゃっていいです。ここら辺はね、この後ねじって乾かすとすごい綺麗なカールになるんで、それよりも一番見てほしいのはここです。すごい、このマジブラシも入れてない手で乾かしただけでここまでいくっていう。すごい。もう一回触ってみます。はい、なんかイカちゃん人形それそうそうそうで、さらにカールを強く出したい場合はここで前に向かってねじると結構なカールになるんですけど、お顔の形とこのセンターパートっていうのを考えると、後ろに向かってねじると結構かっこいい大きいカールになるんで、これを前後で2つ左右合わせて4つ、こうねじるときに結構こうやってねじるとここすごい力入んないじゃないですか。これがちょっと触ってみてください。これぐらいのパワーが根元に加わってる状態で乾かしてほしいんですよ。で、それ後ろもそう。これで根元の こんぐらい、もう一回触って。そう、これぐらいの力が加わってる状態でドライヤーの熱が加わって、二つともできたらまとめてやると一気にカールができてくるんで、一回やってみます。はい。今手で乾かしただけ でリバースカールにするとこうです。おーすごいかかっためっちゃかかってるでしょ。でしかも結構この大きめカール可愛いと思う。しかもレイヤーの具合とかもローレイヤーで、そんなにバキバキレイヤーというよりはちょっと落ち着いた形のレイヤーだから、すごくねお顔とかにも合ってていいかなと思うんで、はい、バッチリすごい。こっちもやります。はい、はいはい、乾かし終わりました。ちなみにクロス取るとレイヤーの具合がさらに良くなって、でガチで手で乾かしただけそうそう、ブラシも入れてない。本当はブラシ入れます。僕ブラシ絶対入れるタイプなんで、一応パーマの仕上がりとストレートの仕上がりっていうのを見てもらいたいから、まずはこのままこうしてもらって、でねじってリバースにしっかりとねじって乾かしただけの状態です。こうしてこういう感じ。すごい、熱いじゃない。毎朝苦労して巻いてたのに。そう、しかも毛先触ってみてもらって全くないでしょ。すごい。そう、ネオメトのリームがすごい効くんで、むしろちょっとこうやってひたば持って引っ張ってもらうとちょっとつるんとしてる。バッチリです。はい。じゃあ、最後の仕上げで、まだちょっとだけ、あと少し加えたいのと、あとは、まあね、少し、サロンでのお帰りになるときって、やっぱり若干顔周りとか巻いてあげるともっと可愛いのと、あとは表面の脱水ですね。矯正かかってるんで、水気を全部取ってあげた方が、トリートメント効果、矯正のパワーっていうのも長続きするんで、それいきます。なんで、まず、自宅でも、本当はやった方がいいことは、もちろん前髪、今日矯正かかってないから、前髪実はちょっとザラつき残ってる。だけど、前髪っていうのは自分自身でスタイリングしやすいとこなんで、ブローしちゃってください。で、もう鉢植えもブローしちゃっていいです。いくらストレートかかっててもやっぱりこうやって手で乾かしただけだと水分がちょっと残っちゃうんで、ちょっとだけブラシ、ロールブラシこうやって入れて前に持ってくるだけ、それもやってあげていいです。で、それでパーマが落ちるとか伸びるとかはないんで、それやってあげて、でさっきこの上がブローされた状態でもう一回こうやってねじってあげると形が綺麗になるんで、ちょっとそれをそこまでやります。ブラシを入れ終わりました。ということで、この後、この前髪とここをつなぐのと、あとは、もうブラントのところもなんかそんなに違和感なさそうなんで、レイヤーがいい感じにいけてそうなんで、はい、それで終わろうかなと思います。前髪とこのサイドの毛をちょっとつなぎますね。前髪の長さは切らずに、サイドに流れた時に、ここに変なボリュームが出ないように、ちょっとスライドカットで削ります。こんな感じ。そうするとこのちょっと色っぽい前髪というかね、少し女性らしい前髪っていうのができますね。よし、これでいいんじゃないかな。そしたら表面の矯正をしたところの水抜きをちょっとしておきます。水抜き、脱水ですね。脱水です。こうして
まあ、もちろんメテオ GL が、荷材に入っているのと、あとはいろんな処理剤が水を抜くことによって、まあ、結晶化するのと結合で固まってくるんで、しっかりと綺麗にします。前髪もこの時に癖を通りながら後ろに流しといてあげるですね。かかりましたね。誰だかかんないっつって。ダコンか。言ったのかな。聞いてみようかな。痛めつけるって何。ダコンじゃないでしょ、それは。名前を出したばっかりに冤罪。冤罪、冤罪。大丈夫、仲いいから。痛めつけるってどうやんの。すごい、そこが一番気になるんだけど。やめろっつって、岩崎。よし。でもね、全然そんなに難易度が高くないかなと思って、今みたいなので、例えばデジパーかけ続けてみます。ちなみに半年もします。はい。なんで年2回で半年ぐらいするとこの表面の方も根元がこう半年分伸びてこの鉢の部分を超えてくるとちょっとチリチリしてくるから、なんかその段階でかけ直すといいかなと思います。それまではね、もちろんホームケアもそうだし、カラーとメテオのカラーとかしたりトリートメント入れることでツヤ髪っていうのをキープしていければいいかなと思います。多分ホームケアとかはお母さんが詳しいと思うんでちょっと聞いてみてください。はい、はい、あ、お母さん、お嬢さん、綺麗になりました。よかった。よかった。はい、じゃあそういう細かいところですね。顔周りの、まあパーマはかかりきらないところですね。こういうところにちょっとリバースの流れっていうのを作ってあげるといいですね。あとはもうこういうもみあげとかが実は大事だったりするんで、もみあげも少し。ここはね、パーマかかるところじゃないんで。前髪のとこ。ここら辺はね、もうやり方をこうやって後ろにリバースですよって言ってあげて、お客さんがご自身でできるような感じで。全然簡単だから。しかも、すごい簡単なのが、例えばなんですけど、今、普段巻かなくても全然いいんですけど、巻くとするじゃないですか。こうして、くるんとやると勝手に巻きついてくれん。そう、ストレートの時じゃありえない勝手に巻きつくということが起きれば失敗することもないし、しかもすぐ形がつくんで、もしアイロンしたい、要はアイロンした方がやっぱ艶は出るじゃないですか、熱が加わるんで。だからこうやってアイロンしたいなと思った時にすぐできるし、さらにダメージも少ない。こうしてこうやって中間挟みます。勝手にもうこうやって巻きついてるんで、引っ張って中入れてで終わり。だこうやってちょっとだけ熱入れてあげると艶感も出るから、それでまあいろんな巻き方、これも本当ただのリバースカールなんで、例えば下を外跳ねにして上リバースカールとか、多分若い子の中で流行ってるのはなんとなく知ってるんで俺でもそういうのでやってもいいけど、まあとりあえずこういうスタンダードなカールっていうのは覚えておくと絶対に損はしないから。今例えば全部リバースでカールでして、このトップでストレートしたところもすごいツヤムフってなるね。ここはトップはもう1カール2カール、やっぱレイヤーもほんのちょっとだけ足されてるんですよ。3センチぐらい切ったかな、はい、で顔周りも3、4センチ切ったんで、ちょっと今までとカットも違うと思うし、でそんなにね長さめっちゃ切ったわけじゃないから抵抗なくできると思います。前髪ちょっとだけ重い、ちょっとだけ重いです。 OK。オイルスタイリングアローディアデンスオイル、実家にあります。実家にあります。お母さん使用く伸ばしてめっちゃ温めてください。温めていきなりつけると絶対ベタつくんで、温めすぎたぐらいでちょっとずつつける。失礼します。そしたら優しくブラッシング、優しくブラッシングしてあげると、要はカール感、こういう多分ツヤ髪カールとかの方がいいと思うんで、少しブラッシングしてあげて、完璧じゃないですかよし、横から見た感じ大丈夫そうで、このこれですすごい。これはよく見たことある。見ます、うん、そう。もう多分サコンドヤ顔でやったと思う。そう。これはでも本当にストレートなんで、自分で洗って乾かして、それが半年ぐらい持ちますんで。はい、大変お疲れ様でした。バッチリです。かかりましたね。オッケー。という感じですかね。だいぶ、出先パーマなんだけど、表面はしっかりとツヤのある感じっていうのがうまく表現できたんじゃないでしょうか。これが表面ストレートと出先をスペシャルパーマっていうする複合技。はい。サロンではかなり役に立つと思うんで、皆さんぜひ参考にしてください。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。お母さんやったよ。お疲れ様です。ありがとうございます。はい。じゃあ以上です。すいません。ありがとうございます。じゃあお母さんにもよろしくお願いします。予約が取れたら絶対に行きたいって言ってた。本当？よかった絶対ちょっとずつ取れてる人もいるんでなかなかね、早いですね。10分以内にもう0分の時点でわーってきちゃう。じゃあぜひ、はい、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあありがとうございました。
可愛らしい子。可愛い。院ってすごいですね。大学院って。え？わかんないけど、その制度院に行ってる人すごいなって思っちゃう単純な脳なんですけど。すごい。すごい。違います。院っての聞いたらすげえって。まあみんな勉強しないと入れないからね院は。院すげえって。だれ？お前には関係ないよ。あ、僕が。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。